はい、皆さんこんにちは。りなです。さかです。エッティブログです。私たちの名古屋飯シリーズが続けます。今日は中華料理屋です。名古屋の中華といったらこちらのお店。味仙です。この味仙で台湾ラーメンが発明されて、もういろんなところに台湾ラーメンという料理が打たれているけど、ここで発祥した。それを今日ちょっとチャレンジして食べたいと思います。行きましょう。すごいです。すごいニンニクの匂いが、中華って感じがします。私たち今よくこっちに来てるから、もう決まってる何を注文するかというと、味仙の常連ですそう、本当に名古屋人みんなね、味仙大好きです。いやー、で私はそこまでかな。で、なんでそこまでかっていうと、辛いから。そう、味仙の料理は基本辛いですだからもう本当にこう辛ーって感じ。じゃあ今日いつも通りで、いつも通りの手羽先ですね。あとはいつも餃子でしょ。餃子が欲しいよ、いつもの餃子。あ、そうそうそう、焼き餃子めちゃめちゃ美味しいよ、ここ餃子、ね、あとはあとは小袋。お酒のおつまみ小袋、マジで美味しいです、はいはい、あとは青菜炒め。そうだね、空心菜で、とりあえずそれぐらい。もうちょっとお腹空いてたら追加しましょうか。うん、そうしよう。今日はちなみにチャレンジしたいことがあるよ。味仙と言ったら台湾ラーメン。めちゃめちゃ辛いで有名な台湾ラーメン。食べたことない。辛いからね。辛いから。ただせっかく動画で紹介するので、ここの一押し台湾ラーメンを後で食べてみたいと思います。ちなみにね、味仙めちゃめちゃ出てくるの早いです。あ、そう。速攻で出てくるので最高です。はい、ありがとうございます。来ました。青菜炒め。小袋、手羽先。乾杯。ほう。あ。それを待ってたよ、私。うま。タカのビールリアクション。みんな見たいんじゃない？タカのビールリアクションいいよ。うまい。はいはい、食べましょう。3分の2が辛いよ。そう、もう見た目さ、これしか食べれないよ。全くじゃん。青菜炒めね、マジでうまい。うん、うん、うん、まだシャクシャクしてるし、ニンニクもめちゃパンチが効いてて、でシャキシャキして、味付けね、めっちゃ美味しいの。まあ、名古屋といえば手羽先でしょ。そうです。でもここの手羽先がもう全然山ちゃんとかで出てる手羽先と別物で、もう辛い辛くてトロットロだよね。そうだから、あ、なんか煮込んだみたいな感じで。そういただきます。うん、これがうまいんですよ、この甘辛の。本当に柔らかいよ、全部。じゃあ最初口に入れた時は甘辛じゃん。甘さも感じるんだけど、後で来るよ。後で辛さのパンチがすごく来るんだよね。でとろけるから口の中でホロホロに。甘い、辛い。これがね、ビールに合うんですよ。いただきます。何、手で？え？いかない。手羽先は手で食べるもんだよ。なるほど、手羽先の手は知らないの？手で食べる手じゃないよ。手羽先と言ったら手で食べるのが常識ですよ。うん。3、2、1。うまっ。全然。ピリピリしてきたやっぱり。うわ、やっぱりこの
最初の甘みがいいよね。うん。で、後から来る辛みも良くない。これがね、ビールに合うのよ。終わってしまった。もうこの店で一番好きなものは餃子。なんでかというと辛くないから。本当にここの餃子が、まあ、全部の他のものが辛いだからこそかもしれないけど、本当に美味しい餃子です。餃子だけは辛くない、ね。本当にちゃんとあの焼き加減がいいし、薄くて、そう、皮が薄くて中身がパンパンに入ってて、あ、ありがとうございます。来ましたな。ここが痛い。あの皮の薄いところ。でもね、ビールがね、うまいのよ、この辛さに。ちなみにこの、あ、これも辛いよ。小袋も同じ辛さ、辛くてコリコリしてて美味しいの。もうこれはね、本当にね、最高のビールのお供。最高に辛い。あ、辛。皆さん辛いもの平気ですか？もう私たちも全然ダメ。あ、ダメだ。ちょっと休憩。ビール休憩。青な休憩。ビール休憩。10歳ぐらい年取ったこの一瞬でもう涙が出るほど。ちなみにメニューに唐辛子のマークがついてて、1個はちょっと辛いで、2個ついてると激辛です。なので店に来た時はね、ぜひ自分の辛さレベルを調整して、このメニューの唐辛子のマークを見ながら注文してください。台湾ラーメンとチャーハンください。あとお水ください。はい。来たよ、台湾ラーメン。台湾ラーメン、ちなみに、はい、台湾ラーメンの辛さは選べます。辛さをどんどん上げるとプラス料金でどん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 辛くできる。これが普通の台湾ラーメンの辛さ。じゃあこっからどんどん辛くできるので、辛さに自信がある方は。めちゃめちゃ辛い匂いはするよ。もうだいたい俺たちね、お腹痛くなります次の日。なる。もうやだ。うん、麺が美味しい。スープはどうですか？怖い。ひき肉と辛いスープ。あれ、手羽先と同じ辛さ。あのスープだから、なんかこういろんなところに入るって感じ。口の中マジでピリピリ痛くなるよね。はい、どうぞ。いただきます。食べたことあったっけ？あるよ。じゃあ平気だね。熱そうね。だから黒い服を着てるね。そうそうそう、子供だからね。うん、麺はちょっと太麺のもちもちだね。麺が美味しい。おお。
チャーハンも来た。汗止まんない。そう。汗が止まんない冬なのに。あ、でも美味しいわ。台湾ラーメンのストーリーはしてる。だよね。私ツアーガイドだから。あら。あの台湾ラーメンが今名古屋のどこの中華屋さん、どこのラーメン屋さんにもあるラーメンの種類なんだけど、台湾から来てるわけじゃなくて、あ、そうなの？名古屋で発明された、ここの店で料理人とかスタッフに向けて安く早く簡単にできる、あ、まかない料理でスタートしたんだ。そうだよ。でそれが人気がありすぎてメニューになって、でもこれは人気になるよね。うまい。誰でも食べてます。でも逆に言うと名古屋だけなんだ。うん、名古屋飯ってこと。じゃあ名古屋ラーメンにすればよかったのね、名前を。ちなみに台湾ラーメンってめっちゃシンプルで、麺とニラともやしとひき肉と唐辛子です。唐辛子です。あー、辛。杏仁豆腐一つください。レイズブル、ありがとうございます。来ました、杏仁豆腐。もうこれはなんで中国で人気があるかわかるよ。辛いものを食べてから杏仁豆腐を食べるとめちゃめちゃスースーするよ、あのもう口の中で。これが最後の癒しだもんね。うん、そう、本当にマジでうまいよ。口の中がもうファイヤーしてる状態で、この杏仁豆腐は最高。めちゃめちゃヒヤッとする。うまっ、うまっ、杏仁豆腐うまっ。まあ、私たちも店が美味しかったです。めちゃめちゃおすすめです。名古屋に遊びに来る方、ぜひ夜は店で手羽先、台湾ラーメン、ビール、最高です。はい、私たちは今から帰ります。この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。で、このような動画をバンバンアップしてるので、興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。鐘のマークを押すと次の動画がアップされるときに、連絡が来る。じゃあまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。